はいどうも、つったれ TV 指でございます。仕事前、今日ねゆっくり寝ようかなと思ったんですけど、胸騒ぎがして朝活にやってまいりました。で、ごめんなさい、これ、後撮りオープニングなんですが、実は出ました一本ね、リアルなシーバースロットでねサワラを取りたいっていうね、ちょっとずっとやってたんですけど、なかなかねうまいことタイミングはめれずにね、やっと出ました。ということで、ご覧ください、どうぞ。出るのが見えたやつだ。そうそう、右へ行かれたらちょっとねシーバスロットじゃけでもそんな人ない。狙い通りですね。タイムリミットの30分前だ。あーやばい、右に行きよるな、右に行きよる場合。25ポンド。危ないじゃけ、ゆっくりゆっくりやりたい。こうっぽいな。エンドが短いです。これをねやりたかった、これをやりたかったんですよ。90はないですね。これ救えるかいな。
ね、やりそうなんですね。ごめんなさいね、何も考えずに買ってしまった。まあ、もう逃げることはない。小さいのがサゴリ。何センチ以上がサワラ？80以上。さあやりました。狙い撃ちですね。ボイル出た瞬間でしたね。やりました、ジャスト90。いやー出ましたね、ジャスト90。よう超えとるっすね。よう超えとる。これはもう乗っとる、ね、いや卵持っとるみな。ヒットジグはこれ、イワシロケットの 30g ですね。 30g シーバスロットじゃけですね。40背負えんです。背負えんことはないですけど、あんまり気持ちようないですね。さあ、いかがだったでしょうか。今日小塩で、塩あんま動かないんですけど、地元のまあよくお見かけする常連さんがね、干潮潮止まり直前ぐらいにね、魚騒ぎ出すと思うよみたいなことを言ってたら案の定でしたね。まあまあなんとなくね、潮止まり直前直後っていうのをなんか活性がバッと上がるっていうのはね、感覚的にあるんですが、目の前でね、50メートルぐらいのところでサワラのねボイルがバンバンとね立ち続けに見えたんで、進行方向に入れて、30g ジグですかね、3カウントぐらいでバンバンと水面直下ぐらいをやってったら出ましたね。狙い通り、狙ってかけたっていう感じが今日はすごくしたんで、非常に気持ちよかったです。ということで、久しぶりにドラグがギャンギャンになって気持ちよかった、スタレティビエビでした。バイバイ。